チェコの子供ダンス大会にて、チャチャチャは、ダンス音と、ソン、モントゥーノーをベースにした、キューバ起源のリズム、及びダンスである。ラテン音楽のリズムの一つで、二拍子系。キューバのダンス音楽ダンス音を改良したもので、1950年代に流行した。1953年、作曲家、バイオリニストのエンリケ・ホリームが創始した。主にチャランガで演奏され、 主要なグループにオルケスタ・アラゴーン、オルケスタ・アメリカなどがある。チャチャチャはマンボから発展した。マンボの創始者の一人とされるアントニオ・アルカーニョの楽団から1948年に脱退したキューバの作曲者兼バイオリン奏者、エンリケ・ホリームがオルケスタ・アメリカ楽団に参加し、1953年に書いた最初のチャチャチャ、ラエンガーニャドーラがヒットし、一大ブームとなった。 ラ・エンガーニャドーラはスローなリズムのマンボだが、バンドメンバー全員でコーラスをユニゾンで歌い、ダブルビートの終わりに、チャという吐息のようなアクセントを入れた点が特徴である。ホリーンは、ダンサーのステップが床を叩く音から、チャチャチャのリズムを思いついたという。マンボよりもスローなチャチャチャは、ダンサーにとって踊りやすく美しいステップが踏めると、好評だった。世界的なマンボのブームの最中、 キューバではマンボよりもチャチャチャに人気が集まっていた。ありがとうございます。